こんにちは、落合陽一です。日中韓芸術祭のファッションショーのスペシャルトークセッションというわけで、今日は中国と韓国から素晴らしいゲストの方をお呼びして、トークを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の日中韓の芸術祭では、一堂に会するコースとはせず、バーチャルのファッションショーを行うっていうことをテーマにしています。で、リモートでファッションの映像を提供していただいたりとか、あと日中韓の間にあるどういった今、ファッションに対する考え方があるのかっていうのを今回は明らかにしていくトークセッションになっています。で、この今流している映像は先日、北九州の美術館にて撮影した映像なんですけれども、まあ、日本側としてはパッチワーク、服と服をパッチワークでつないでいくことを、に着目しまして、まあ、それを、古いボロ、ボロっていうのは日本の中で、長いこと着回しされてきた昔の服なんですけれども、でそれを使って表現されるものと、あと現代の、例えばユイマ中里さんっていう日本の、ファッションアーティストが作っている、パッチワークの服なんかを、採用しまして、それでファッションショーをしています。でこのパッチワークにつけた思いとしては、まあ、いろんなものが、時間と空間を超えてつなぎ合わせされていく、それがまあデジタルもアナログもフィジカルもバーチャルも超えてですね、表現されていくということに、非常に強い興味を持っています。私の方からは今の、映像の紹介をさせていただいたんですけれども、そういったことに関連して、まあ、皆さん、ファッション業界でどんな取り組みをしてきたのかとか、そういったことのご自身のご活動についてご紹介いただければと思いますので、まずは、ヤン・ベイベイさんの方から、ご紹介いただければと思います。大家好、洛河先生好、林女士好、今天非常高兴在这里认识大家。我是服装设计师杨贝贝，同时我也做很多中外文化交流的工作，所以说今天在这里跟大家分享一下我的工作和最近正在做的一些项目。안녕하세요저는임선옥이라고합니다2010년부터파츠파츠브랜드의크리에이티브디렉터이자패션디자이너로활동하고있는데요패션브랜드로서는유일하게저희는하나의소재단하나의소재만을사용하고있습니다사실패션디자이너가매년컬렉션이끝나면다음컬렉션을준비하기바쁘고늘새로운디자인을선보여야된다는심리적부담을갖고사는데요그러나이런크리에이티브한컬렉션의과정에서도다량의쓰레기배출을피할수가없습니다패션산업은생태적으로여전히대량생산과대량폐기라는공정상의방식을혁신적으로바꾸기가어려운것도현실이고요그러나이런패션시스템에질문을던져봤습니다패션디자이너가단지아름다운것을만드는사람인가옷한벌이완성되기까지의제작과정에서적게는 5% 에서부터 15% 이상까지도웨이스트즉쓰레기들이발생합니다파츠파츠는옷에대한개념을새롭게정립하고 옷이마치옷이부품처럼조립되어동시에아트를품고있다는의미입니다한가지의소재는시즌과트렌드를넘어순환경제를만들고테크놀로지를활용한심리스제조방식을택한것은패션업계가여전히저임금노동력에집중하는대량생산에대한도전이기도했습니다그리고트렌드를넘는간소화된디자인시스템은제로웨이스트컨셉과결합해서브랜드의강력한미학을완성하게됐습니다패션디자이너로서디자인을통해서사람들이단지소비의대상만이아니라본질적인인간사유에좀더많은시간을할애할수있도록배려하는디자인을하는것이라고생각을합니다2010년부터지난10여년간의컬렉션동안저희는어떤성과를냈는지지속가능한성장모델로성장했는지궁금해하실것같습니다결국디자인이란대중과호흡하고시장에서수용가치가없다면더이상시장에존재할수없기때문이죠우리는유럽중국싱가포르홍콩등에소개되고판매하는밸류높은패션브랜드로성장했습니다사업외적으로도다양한문화예술분야와협력하는콜라보레이션은새로운영감의세계로저희를이끌었고요또한2019년부터제로웨이스트를체험할수있는워크샵을실행하여디자인분야학생들과전문직의여러가지제로웨이스트의경험을확장하고있습니다다음은몇가지의대표적인콜라보레이션작업을소개하도록하겠습니다이사진은현대자동차와콜라보레이션한작업인데요단하나의소재사용의실험으로런웨이를걷지않는오브젝트로서의패션퍼포먼스사진입니다
패션 의류로서 시즌에 적합한 대응을 위해 네오프렌을 만들었고 잠수복 소재로 알려진 네오프렌 소재가 전 세계적으로 대유행을 하게 된 단서가 되었습니다. 이 사진은 한국의 전통을 아름답게 가꾸고 현대적인 작가들과 새롭게 선보이는 역할을 하고 있는 재단법인 아름지교와의 콜라보레이션한 작품인데요. 특히 전통 한복 고유의 곡선미를 재해석해 조형적으로 표현하였습니다. 이 사진은 브랜드 초기 2013년 FW 컬렉션으로 조형적인 실루엣이 눈에 띄는 것이 특징입니다. 다음 사진은 가장 최근에 2022년 SS 서울 패션위크에서 가벼운 패브릭의 리드미컬함과 우아한 실용성이 컬렉션을 통해 전달되고 있습니다. 디자인은 곧 혁신적인 프로세스에 있다라는 관점에서 한 벌의 옷이 만들어지기까지의 제로웨이스트 컨셉과 전개과정, 그리고 관련 기술을 보여주는 전시는 한국의 소다미술관에서 기획하여 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 레드닷 디자인 커뮤니케이션상을 수상하기도 했습니다. 21세기는 환경의 세기라고 합니다. 우리 패션계도 테크놀로지를 포착해서 서스테이너블 디자인, 유니버설 디자인으로 지속 가능성에 대한 종합적인 접근이 필요할 것입니다. 동시에 패션쇼 역시 21세기에 걸맞는 방법으로 진화할 것입니다. 결국 에너지나 자원을 적게 사용해서 미래 환경에 적합한 조건들을 만족시키는 것이 지속 가능한 디자인이라고 할 수 있겠습니다. 감사합니다. 前半のお話の中で、僕が印象に残ったのは、例えば伝統とサステナビリティのアジアの中の可能性っていうことが一つあります。まあ、例えば、日本ではサステナビリティの文化、おそらくは、まあ、大陸ではなく島であったので、まあ、長いこと、資源が足りてない時代っていうのがおそらく、まあ、江戸時代ぐらいまでは多分あったんだと思います。故に、服を捨てたりとか、服を、捨てたりすることはなく、それをまあ持続的にパッチワークのように切って刻んでつないでっていうことを繰り返して、例えば先ほどの映像で紹介したボロのようなものが生まれてきたと思います。で、まあその一方、例えば1900年以降、我々の国っていうに限らず、まあ大衆消費社会になっていき、先ほど、イムさんのお言葉の中に大衆と呼吸を合わせるっていう言葉がありましたが、まあヤンさんも、オンラインや大衆に見せるための衣装っていうのを作られていたりします。で、今回のコンセプトは、ナムジュンパイクというビデオアーティストが、1900年代から、まあ、2000年代、まあ、2006年に亡くなられてるんですけども、がいまして、で、彼は韓国で生まれて、日本で学び、アメリカやドイツで活動していた人です。その人が、世界中のデジタルキャンバスを使って、定在する遊牧民、デジタルによっていろんなところに現れて表現活動をしていくっていうことを1980年ぐらいに言っているんですけれども、まあ、それに影響されて、考えたようなコンセプトになっています。で、そういった中、皆さんが、それぞれの、まあ、国におけるもともとの伝統だとか、今のサステナビリティに対する意識っていうものについて、どういうふうに過去があり、今があり、そして未来が変わって、ていくきそうなのかという、まあ、予感だったりとかご本人の活動を通じた考えっていうのをもうちょっと聞いていきたいと思いますが、我想说一下这个关于我对服装的一个理解。我对服装的理解，我觉得它最大的一个功能，它是一个载体。对于一个服装设计师来说，很好的运用这个载体，能够传达出很多很多的内容。我是如何运用这个载体的呢？前面我已经介绍了，我主要是做中外文化交流工作的一个服装设计师。在我以往的工作中呢，我要在各个国家进行中国传统文化，还有那个中国服装文化的一个传达和传播。所以呢，在服装上我尽量的能够体现中国优质的一些传统文化和非遗元素。一直我们都说民族的才是世界的，也就是说这个我们各个民族我们的一些特点然后反映在这个服装上呢，是特别容易有标志性的，特别容易让人记住的。所以说我做把服装作为载体呢，有很多的元素我可以进行一种传达。比如说曾经我做过把中国24节气这样的一个元素反映在服装上然后每一个服装它代表一个节气就是在进行演出的时候呢可以让人很直观的感受到这个比如说这每一个节气它有自己的那个特别漂亮的植物
花卉，或者是和那个它的一个色调、一个颜色啊。所以说我们在欣赏这组服装的时候呢，我们就可以对中国的二十四节气有了一个大致的了解。所以从我的角度上来说呢，我是更好的希望，把更多的文化元素，来赋予在这个服装之中，然后还有我们认为，我认为我们中国的服装设计师呢，尤其是像我这种做中外文化交流的这样的一个服装设计师，我们有一个很大的使命，也就是说把这个非遗传承，然后也是在这个服装上有一个最大的一个应用，比如说这个非遗，在中国呢有很多的那个刺绣的品种啊，然后如何我们在这个服装上来进行这个刺绣的运用和传承，这都是我要思考的内容。我再举一个例子，就是这次参加我们中日韩虚拟服装秀的这个作品集，我也运用了这样的一个观念，就是我把嘉兴秀州的这个农民画呢，然后给它作为一个元素，然后运用在服装上，进行一个行走的农民画的一个艺术展示。所以我就认为，这些就是可持续性的一个表现吧。就是让我们的这个很多的艺术元素，然后在服装上，然后进行展示，我觉得这就是一个可持续就是时尚与可持续性的一个范例。然后我刚才听了洛河先生他在他的那个创作中有这样一个观念，就是拼贴拼布的这个观念，我也想说一下我的一个感触。就是我们作为服装设计师呢，就是有的时候就是叫做创意性的面料设计，这个可以作为服装设计中一个点，非常重要的点。如果一个服装设计中有了一个创意性的布料设计，它就是已经是一个很成功的一个作品了。所以说刚才我看到的那些拼布啊，还有就是那些拼布做成的服装，我觉得在我的设计中也曾经有过这样的元素，所以说我表示对日本的这种美学表示非常的欣赏，尤其是在日本的这个有一个叫做侘寂的这样一个美学词汇，我一直以来都非常非常的就是觉得非常欣赏，因为它表达的是一种看上去很简粗糙的那种美感，但是它传达出来的却是一个非常高级的那种美学的一个境界，所以说我认为这是我对日方的这个呈现的作品的一个感触。另外呢，对于李女士呈现的作品，她主要表达的意见呢是环保，然后环保和时尚的一个结合。我觉得我也是非常有感触，因为在我们的平时的设计中呢，我们也在不断的探讨怎么样能够做到对这个环境就是没有伤害的这样的一个作品。首先来说是材料，然后还有就是如何的做到这个再利用，这个都是我们要思考的一个内容。今のご発言の中で民族的なものでこそ世界で通用するっていう非常に印象的なご意見ありました。で、過去に節句をベースにするなど古来からある伝統を使って、まあ、その中でも今回のファッションショーでは華僑の農民が
を歩く農民家として表現されたというのは非常に面白い考え方だなと思います。まあ、そういった、まあ、伝統と工芸の継承、それによって構成されていくものっていうものが、まあ、21世紀グローバルになる中で人々の、ローカルなコンテクストとグローバルな、対比性っていうのがすごく重要になっていく中で非常に示唆深いご意見をいただいたと思っています。洛河先生问我的这个问题，他说的那个就是有感触的这句话，就是民族的就是世界的，我是认为就是在国际上这些大牌的这些设计师他们艺术家，他们其实也都是在本国的这个就是传统文化的里面在寻找他们他们的灵感源泉吧。所以说就是我为什么说，因为往往就是说我们从我们的这个传统文化中提炼出来的东西呢，它是非常的经得起时间的考验的，它已经历经了几千年，所以说它展示出来给大家，它肯定是能够让大家都觉得它是非常好的东西。为什么它能够一直的保留下来，它肯定就是经过时间提炼的，肯定就所以就是最最最优质的一个东西来向世人展现。就比如说有的时候甚至于几个图案就能够提炼出来很多我们民族的这种精神，有的时候是我们叫做传统图案的这个东西，家喻户晓。比如说吉祥如意，这对于中国人来说大家都知道，也能够想象出它的概念。然后连年有余，这是我们在春节在我们节庆的时候很喜欢运用的这个图案元素。还有福禄寿喜，它代表的更加是一些美好的祝福。所以说这些图案都是经过时间的一个提炼，然后现在保留下来的一些很优质的一些图案。所以说在我的设计中呢，我就非常喜欢运用。然后不光是我喜欢运用，我觉得有很多国际大牌他们也在不断的运用我们这些中国传统图案，在这个当今的最时尚的这些东西里面。所以说能够引起大家的共鸣，认为这个都是很美的东西。所以说我们把这些传统元素然后进行一个很时尚的运用，这是非常非常有意思的事情。就包括在你们日本那些浮世绘的那些图案，我觉得你们也在一直的在运用，所以我觉得大家都是在提炼自己各自的传统文化中间最优秀的东西。所以这就是一种可持续性吧。现在尤其在中国，很多年轻人我们都非常喜欢新的，我们叫做新中式生活。然后我们也在就是很有一种新的现象，就是叫国潮，大家都很喜欢从传统里边演变出来的现代的服装也好，现代的生活方式也好，这是一个流行趋势。ありがとうございます。네말씀잘들었습니다。저는친환경의관점에서전통과현재미래에대한연결을해보도록하겠습니다오지아이씨가조금아까말씀하신패치워크보로라는것은한국에도마찬가지로보자기라고작은패치워크를보자기로만들던가생활소품으로만들었던그런전통이있습니다거슬러올라가보면그리스시대에도보자기큰패브릭하나면충분히옷이되곤했던것은바로과거시대에친환경을할수있는가장멋있는스타일이아니었는가그렇게생각을하고요미래를위한전통에서얻을수있는영감은저는친환경소재라고생각을합니다스타일은어느시대를막론하고진보할것이고소재는미래에제안하고싶은소재는역시친환경머트리얼이어야할것이분명하다고생각을하는것은 3D 테크놀로지를비롯해서 IT 기술적인진보가많이이루어지고있는상황에서도여전히우리는폴리에스터와플라스틱이만연하는세상에지금노출되어있습니다이런그
오염환경오염을줄이기위해서는소재그자체가친환경요소로바뀌어야한다고생각을합니다앞으로기술발전은계속이어질것이고 3D 의관점에서보면소재가주는소재가만들어내는어떤형태감이결국은다시소재로환원이되면서재활용되고또다른스타일로낳게되고하는그런과정이곧재활용이자리사이클의개념이될수있을텐데전통이우리아에게주는그런영감은바로보자기하나로스타일을언제든지새롭게만들고창조하고다시또원점으로돌아가는그런보자기의원형에서저는미래에대한영감을얻을수있지않을까생각을합니다우리는이제충분히물질적인풍요의시대를다경험을했습니다앞으로미래시대에기술발전과함께정신적인우리의여유그리고과거시대에있었던과거시대로부터얻었던그런영감을통해서기술발전과함께스스로셀프메이킹혹은자신에집중할수있는그런상태의무엇인가로더확장해나가지않을까그런생각이듭니다네오찌아이씨가조금아까정주하는유목민그백남준선생님에대한언급을했습니다만디지털노마드시대디지털유목민으로서우리의미래에대한패션디자이너로서의역할진보하는사회에서무엇을생각을해야될지이세션을통해서조금더발전하고생각을해보는기회가될것같습니다감사합니다ありがとうございます。で、ちょっとトークセッションの後半のパートに移っていきたいと思っています。で、前半戦では、いわゆるパッチワークと伝統、サステイナビリティというお話をさせていただきました。で、僕が思うには、まあ、日中韓には今、皆さんがおっしゃられたような、共通の、オーバーラップ、重なりがあるように思っています。僕はファッションデザイナーでは、なくて、メディアアーティスト、まあ、ほぼ彫刻家とインスタレーション作家なので、普段は、服は作らないですが、いろんなものを作っています。その中で、最近、作ったサステナブルなプロジェクトを一瞬だけご紹介します。で、これが、茶室でして、これは多分、イムさんは、よくご存知なのかもしれませんが、プラモデルの外枠がありまして、で、それを、ひたすら集めて作った茶室でございます。このように、伝統文化と、サステイナビリティ、そしてまあデジタルアートをどう組み合わせていくかっていうことに非常に私は関心があるんですけれども、で、近頃、京都の醍醐寺というところで展覧会をやってました。京都の醍醐寺っていうお寺は800年代に建てられたお寺で、今でも800年代の建築物が残ってたりする1200年ぐらいの歴史を持つお寺なんですけれども、そこの木がですね、台風で倒れてしまって、で、その木をどうやって戻すか、復元するかとか、どうやってそこに新しいものを作るかっていうところで、木の切り株に LED を置いて、そこに、メディアアートを展開するような、仕事を最近はしていました。それで、後半のトークでは、それに対して、例えば、LED で僕がこの木を表現した理由はですね、木を持ってくるっていうのは実はカーボンニュートラルにはなかなか届かないというか、すでにある木を運ぶっていうのは実は、炭素排出を起こしてしまったりするので、まずじゃあそこに、まあ、人々が集まって集って、来ると、じゃあそこで例えば経済活動が生まれて、例えばもう一回植林をするとか、まあそういったことにつながってくると思うんですけれども、まあそういったものでデジタルっていうものが見せる可能性、例えば質量のないものをどうやって表示していくか、もしくはファッションにおけるデジタルの可能性、じゃあ例えば、そういった服だったりとか、アバターであるとか、デジタルヒューマンであるとか、まあそういったものの中に、我々はどうやってデジタルと、今の、物質あるファッション、形あったりとか、形状があるファッションっていうのを融合させていくかっていうのを後半のパートでは、まあ議論していきたいと思います。つまり、伝統と、この質量あるファッションから質量ないファッション、バーチャルファッションショーへの移行や、もしくは、デジタルヒューマンへの移行などを含めて皆さんの考えをお聞かせください。我放的这个，就是一个服装的一个虚拟展的一个画面，我进行了一个录屏，就是从这个展览的进口进去以后，有多少个区域，然后每个区域里边有什么内容，我进行了一个简短的一个就是录屏，
大家可以看到在进去的时候有这样的服装展厅，然后再往里面走有服装走秀，还有那个服装画的一个展示区域，所以在这个整个的这个虚拟展中呈现的内容还是比较丰满的。为什么会有这样一个虚拟的服装展的有这样一个前提，就是我带着这个能够表现能够呈现中国传统文化的这样一个展览，当我走过了第八个国家的时候，这个疫情来了，所以说这个疫情对于我们全人类的这个打击还是非常大的，它阻碍了我们这个物理的这个脚步，在进行就是线下的这样的一个文化交流，所以我们才有了这样一个 idea， 为什么要把它就是怎么样才能够再次的就是进行这个展览，我们就把它进行了一个线上的一个制作，所以说这是对于前面那个展览的一个延续，那个展览的名字叫做丝路印象中国时装艺术精品展，它曾经走过新加坡，也来到过日本，日本是我们的第二站，去过俄罗斯、德国、墨西哥、澳大利亚、埃及，所以说走过了很多国家了，在我们计划2020年还要再去第10个、第12个，就是我们2020年要走5个国家的这样的一个就是时候呢，这个疫情来了，所以说我们一直到现在为止这个展览都没有再出去过，所以说我们就进行了这样一个线上制作，然后还是把原来那个展览的一个内容进行了一个线上的一个呈现。原来就是每到一个国家也都有这样几个部分，一个是服装静态展，一个是服装走秀，另外还有就是服装设计师的手稿展。所以说这个虚拟的这个手法其实又回到了我们这个主题上，就是这个虚拟手法可以让我们有一种可持续性，因为我们对这个物品进行了数字化以后它是可以永久留存的，所以我这个我觉得有了这样的尝试以后呢，我对于这个在特定的时期里边就是要记录一些事情的时候，我们可以用这样的一个手段，虚拟手法。あ、素晴らしいお話ありがとうございました。僕もバーチャル の構成でファッションショーってやっぱり普段アーカイブされずに消えてしまうものが非常に多いと思います。なのでそれが例えばスケッチから立体構成からあとそれが歩く様子までバーチャルで表現されてるっていうのは非常に面白い取り組みだと思いますし、そのバーチャルが持続可能になっていくっていうことは、深く考えていかないといけないことだと思いました。次임さんお願いします。방금보여주신얀베이베이씨의패션쇼처럼이제디지털패션쇼로서의여행을떠난것같습니다저는흥미롭게그미래를바라보고요왜냐하면오프라인환경에서우리가패션쇼를했던많은그작업들이지금현재관점에서보면분명친환경적인부분이아니었다는것을알게됐고팬데믹이후에많은하우스패션브랜드들이디지털쇼를접하게되면서다양한실험을시작한시기라고생각이듭니다지금이후로그미디어아트는발전계속하고있지만오지아이씨가보여주는것처럼프라모델을활용한다실같은그디지털실험은패션세계에굉장히영향을많이끼칠것으로보입니다패션쇼는분명디지털가상으로충분히표현할수있겠습니다만여전히친환경적인관점에서보면꽤나오래된컬렉션으로보이는데후세인살라얀이라는디자이너가있었습니다그디자이너가컬렉션에서보여준것은버추얼이전에그물질세계에있는그옷소재그머티리얼자체가물에녹는그런현상을패션쇼에서연출한적이있습니다그래서
당연히다시한번친환경적인관점에서디지털은어떻게패션쇼혹은패션과물질세계에있는패션과연결할수있는가그지점에대해서한번얘기를해보고자합니다패션은물질세계에서중요하고도의식주의가장첫번째중요한생활의베이스입니다사람들의욕구는패션으로서표출되고패션에서만족을하고자합니다탄소배출에있어서그이런패션이가진속성이예를들면동물의외피나또우리털이런것들은우리에게일상적인매우일상적인의복입니다이런의복이저는한편으로판타지를꿈꿔보는것이디지털시대에우리가옷을입지않아도아까 LED 라는말씀을하셨는데 LED 혹은어떤전자파가우리몸을감싸고있다면옷을마치입은것처럼될수도있지않을까그러니까비단패션쇼가오프라인환경에서패션쇼가온라인로전환되는것뿐만이아니라우리가물질세계에분명히살고있고우리소비자사람들의욕심은물질적인현상에여전히네여전하게흥미로운것이분명한데디지털을우리가판타지와가깝게미래세계에옷을입지않아도입은것처럼보이지않는형태의또다른의상의복이될수있는것에대해서저는디자이너로서가능하지않을까하는꿈을꿔보기도했습니다왜냐하면그근거는디지털패션쇼로이동이되었다고는하지만여전히패션은물질세계를바탕으로하고있는것은전혀친환경적이지않다라고생각을하는근거가됩니다최근에그디올쇼를보더라도미니어처적인형식으로옷을만들고난다음에그옷이영상으로작업이되고실질로사람한테입히기위해서는모델에게착장을시키기위해서는또한번의이제제작과정을걸치는데이것은전혀친환경적이라고보여지지않습니다그래서앞으로바라는바는제가판타지라고얘기했지만언젠가는그것들이저희의현실로다가올수도있다고생각을합니다과학자와그오찌아이씨처럼미디어아티스트들의역할이앞으로실용화미디어의실용화디지털라이제션의더실용적인그런방법으로미래빠른시일내도래하기를바랍니다감사합니다네ありがとうございました今のお話非常に僕の中では面白かったところが、まあ、トルコのフセインチャラヤマや、ディオールの、ミニチュアの服の話お話があったと思うんですけれど、まあ、そういったような、まあ、テクノロジーによって変わっていくところはもちろんあるにせよ、例えば、それがデジタル技術で服の上を実際にこうビジュアルで表現できるような、例えば光や音の形を使って体にまとうようなものが、デジタル技術でフィジカルにも見えるようなものが出てくるかもしれないし、まあ、そういったような新素材っていうものや新しい技術とファッションの関係性っていうのはこれから非常に探求されていくと思います。で、ファンタジーとおっしゃってます。したが僕はファンタジーだとは思っていないのでこれからもそういったことにつながっていければなと思っていますでは僕の方から最後ちょっとまとめていきたいと思うんですがまとめ今日のセッションについて僕が一言まとめさせていただいてその後に今日の感想をお二人に話していただこうと思います。それで今日のセッションは終わりたいと思います。今日は、さ冒頭は、今回日中韓ファッションショーの映像をご覧いただいて、パッチワークであるとか、ボロであるとか、伝統とのつながり、そういった関係性と今のデジタルプロセスっていうのがどうやってつながっているのかっていうのを、お話しさせていただきました。それに対して、パネルディスカッションのパートでは、例えば、イムソンオクさんがゴミをゼロに近づけていくプロセスっていうのを、10年前からやられていて、まあ、それで、実際それをパッチワークやパーツのようにして、作品を作られていく過程や、デジタルファッションショーとして、展開されている、ヤンさんの作品を拝見させていただきました。まあ、その中で民族的なものと世界に通用していくもの、まあ、その中で実際に伝統あるものを使っていってそれによって磨かれていくものが伝統や工芸の継承や新しい構成につながっていくんじゃないか。そしてそれが三次元的なデジタル造形や素材が環境に対して負荷が減らしていくようなものっていうのを原点回帰しながら新しい素材や探求を調べていく必要があるというのをイムさんから
から、お答えをいただきました。まあ、その中で僕は一つ重要なのは、民芸性だったりとか、まあ、手の技を回復することだったりとか、一人一人がクリエイティブに生活を考えて生きていくためにどうしたらいいかということを、各々のルーツに従って考えていかないといけないんだろうなと思いました。で、今日の、パネルディスカッションを通じてもですね、日中間の非常に、大きなオーバーラップ、大きな重なりと、あとそこにある、文化的な、根底になる持続性に対するアジアが持っている意味っていうのを探求できたような気がします。で、それは多分デジタル時代になっても我々の持っているこのルーツが、逆に言うと今の SDGs だったりとか ESG って言われているようなものに対してより強固なコンセプトとして伝わっていくんじゃないかなと考えています。で、それ最後に、ファンタジーというお言葉が、あったものの僕はファンタジーだと思っていなくて、これっていうのはきっとアジアから、発信できる持続可能な一つの価値だと思います。それは、ヨーロッパの例えば医師の伝統の中にある SDGs パリコレクション、そういったものがこうつながっていっているところに対して我々がアジアの持っているローカルな価値として広げていけるものが世界に対してあると思うので、こういったような対談があったことを僕は非常に楽しく嬉しく思っています。シェシェカムサムハインダ Thank you so much。 前面在这个整个会议当中呢，我没有跟那个李女士有一个互动，我现在就是说一下我对她的服装的一个感觉。他的整个服装呢给我的感觉是非常极简，看上去非常高级。但是呢从那个款式和廓形当中呢，我能感受到这个韩国传统的这个东西。所以说他把这个他们传统文化做得非常非常现代。我觉得这是非常难能可贵的一点。这个中日韩艺术节应该今年是第八次了。这是一个非常持续的一个品牌，所以我非常高兴在这次会议当中呢跟大家认识，希望在以后的工作中，我们也能够有更多的交集，我们可以一起联手做一些有意义的事情。얀베이씨의소감감사드리고요，오늘 sustainability 를소재로해서전통과현대미래에대한그이야기를나눠보는것은무척흥미로웠습니다。오늘두분께인상적인작업들에대해서아주인상깊게생각하고있습니다。앞으로도이런 sustainability 를전통에대하여미래에대한영감으로얘기해볼수있는시간이많았으면좋겠습니다。오늘감사했습니다。감사합니다。谢谢，ありがとうございました。非常感谢，下次再见。